味島金華山だけど、金華山は宇治の方が近い、船越の方が近い。見えないです。でも一回みんなで金華山行きたいっすね。金華山だって凶暴な猿とかいいんじゃないの。でもね、あのね、これマジであったケース。その1、鹿が泳いで船越まで来た。本当ですこれ。カズタルさんの近くでも鹿見かけたもん。足島、うん、私も行ったことないな。ヤンちゃんいっぱいいるんですよね。足島でしたっけ。足島じゃない。じゃあみんなで今度田代島行きましょうよ。あ、わかんない。あそこでんだよね、瓶が。だってあそこだもの。あそこだもんって言われる。そんな軽く言われても。でも石巻から出てるよね。で出ますから、多分皆さんで行ってきますって言って行けば近いんじゃない。こない余裕はそこかもしれない。せーの、ダーッ。一回撮影して、それその部分だけ撮って、あっちに行くのがみんなで。じゃあ、じゃあ、かおりちゃん、みんなでジャンプしたとこ撮っといて。はい。いろんなところに。いいですね。あの、それか、あの、ひょっこりさ、俺、どっかにいたりして。丹野さんだ。じゃあ、あっちかな、多分。あそこでじっと持ってるよ。いるよ。うん、いいんじゃない、自分たちでね。どこまで行ったんですか前回。この前結構あっちまで行ったよ。もっともっとあっちです。おーい、マジか。で結果下まで降りられたの。はい。あ、ここら辺かな、うん、ここら辺かなっていうの、うん、あ、そうだ、もう切れたところから降りてきたんだ。あ、そうだ、ボウナボあったありますよ、書いたもん。そうだ、じゃあ降りてみる。手袋まで持ってきた。手袋。寒いと思った。ああ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 。もし膝どころか、俺はね、体がやばいんだもん。ギャー。まあ、あの、俺階段で、俺ダメなんですけど。うん、優しくやってるつもりだけど、ダメだ。ダメだ。つく。ごめんなさい。ポーズして。ああ。いいね。嫌なことじゃないけどさ、あの一人で写真撮影されました中の人です。動画のストックないから一週間分確保しないといけないんだよね。かおりさんも気をつけてくださいよ。あんまり行き過ぎると海近いから。あ、ズボッと。俺なんか一回ズボって入りに行っちゃったからね。そうなったら止めてくださいよ、マジで。びしょ濡れになって帰ったんですからね。もし濡れそうだったら避難させてくださいね。ズボって俺入ってくるから。なんかこういうのでほらあれしたいよね。あのなんか作っては売ってもいいと思うけどね。貝殻です。そうそうそう。あー、でもなんかここら辺やべえな、俺靴失敗したかも。あー、なんかさ、あ、足こうやってさ、なんか髪がなんかのあれなの、プチ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 って。あー、ほんとだ。あ、ほんとだ。穴が多分ね、か、おお、この靴でズボズボ入ってきてない。
いや、俺が一番危険ですから。おー、ちょっと触ってみましょう。ちょっとさ。ラララララ、おーるるるる、あ、フグだ、これこれフグ、フグだってぽい、何かもうお腹膨れてるフグっぽい、すぐっぽいですよ。ちょっとこれ一応ね、動画の皆さん聞きますけど、これそうですか、これひっくり返そうよ、さっきの方見せようよ、お腹の、よいしょ、多分ね、フグっぽい何かだと思う、はい、一応草、うわ匂い強烈、うわくっせお、おー、危ない、危ない、あ、濡れちゃう、遅いな反応がですか、反応が、キラキラですよ、おお、あー、でもいい、いい感じですよ、気持ちいいね、なんでいい感じですよって、おお、ここまで来てますからね、一応この線まで来てますよ、うん、もうだんだん来てるよ、危険じゃない、ここまで来てから移動した方がいいかも、冷たくないですね、うん、そんな冷たくない、多分そろそろ逃げた方がいいかも、うん、だんだんなんか来てるかもよ、多分逃げられなかった、ほら、ここにも魚いるよ、あの、匂いね、なんでね、匂い強いんだって、きつくて臭かったです、きつくて、きつってなりますよ、手でやるとって言う、ダメだよ、手でやって、手では効かないな、危ない危ない、ひっくり返してましたけど、なんで打ち上げられてきたのかな、いや、そうですよ、あそこ見てみん、釣りしてたもん、かもしんない、ここにもいる、化石だな、ちっちゃな、さっきの大きいね、やっぱ何の魚なの、ここは分かんないけど、さっきの大きさはフグだと思います、あれ、でもちょっと大事、危険なんでしょ、爆発中なんじゃない、でもちょっと行ってさ、緊張するんです、やめなさい、おなれって言ったのに忘れた、ひょっこり、ほら。見つけるね。いや、香織さんが見つけたんですよ、これ。いいよいいよ。俺上がってあそこから撮ろうかな、上から。なんかさ、すごい砂浜。なんかね、深いんだよね、この辺は。大丈夫ですか？あの辺ぐらいまで上がってちょっと見てますわ、上から。叫ぼうか。叫ぼうっていうか普通に見てた方がいいかも、今日人いるし。やーば。待って。おじさんじゃん、もう俺。もうここまで上がるのにひでえもん。カメラっぽい何か？わかんない。あの、この辺からじゃないと見えない。高さ的に上がって。あの建物なんだろう。あの、つま先生の建物わかる人、コメント欄で書いてください。
今職場の皆さんとジェミー行ってます。あまだ降ります。3日連続か4日の連続ぐらいで止まります。よいしょ。あー、どこでしょう。あー、ここ高いよ、やっぱ。上の県は今。なんだ、そこほら、きれい。ゆくさん。うん。あ、ほんとだ。キラキラです。反射してるから分かりづらいかもですか。あの辺です。映してるあの辺でございます。あうち、本当に高いよ、この。よいしょ。無駄に高い。やっぱりあっちの方、ジェットスキーしてない？遊んでるよね。だから多分。ヘルトって。はい。座ってさ。はい、写真撮る撮る。はーい、ちょっと待ってください。いいね。俺もちょっと動画撮ってたからごめんなさいね。こうやって下に。はい、じゃあお願い。はい。ちょっと転職になってしまってるから。ん？転職。ああ、いや、機嫌がないっていうことですね。縦にと横と撮りますよ。はい、行きますよ。はい、はい。マスクしてた方がいいですね。あ、そうだ、マスクしてる。もう一枚ずつじゃないですか、多分。よほども。はい、はい、ちょっといいよ、いいよ、いきます。はい、はい、チーズ。もう一枚取ります。はい、チーズ。はい、ちょっと見てみてください。はい、俺はずっと動画回しっぱなしやった。回しっぱなし。ほら、一応ね、回しながらさ、疲れた。あと編集するの。いや、このままもうノーカットで編集するかなって。うん、多分ね、3日連続ノーカットか、今日の夜中にあげる、多分。よいしょ。